プレジデントジュセリノクビシッキ国際空港は、ブラジル連邦共和国の首都のブラジリアにある国際空港。ブラジリアが建設されているさなかの1957年に開港し、ブラジリア建設のための資材の空路による受け入れ地ともなった。空港名は、第24代ブラジル大統領で、1950年代にブラジリアの建設とリオデジャネイロからの戦闘を推進した。 ジュセリーの首チェックである。下記にあるように国内線、国際線ともに乗り入れ便数が増加傾向にあるため、現在旅客ターミナルの増築工事が進められている。ターミナル内国内航路においては、首都であるだけでなくブラジルのほぼ中央に位置するという地理的な利便性もあり、北部、北西部、中西部、南東部、南部の各地方の間を南北に結ぶハブという重要な 役割を担ってておりり多数の航空会社が乗り入れている開港後1970年代までは国内外の航空会社によりアルゼンチンやパラグアイペルーやボリビアなどの近隣諸国への国際線やアメリカなどへの長距離国際線も就航していたしかし1970年代から1980年代にかけてブラジルの経済が低迷したこともあり 利用客が伸びないことから、その後ほとんどの国際線が運休することとなった。また、ブラジルでは、国際線の定期便の就航は、同国経済の中心であるサンパウロと、観光客が多いリオデジャネイロに集中しており、しばらくの間は、行政都市の側面が強いブラジリアの、この空港の国際線の利用は、チャーター便を中心とする、ごく限られたものとなっていた。 しかし2000年代に入り、ブラジルへの渡航客が、ブラジルの経済状況の向上を受けて、増加傾向を見せた上に、ブラジリアが世界遺産に登録されたことからブラジリアへ訪れる観光客も増加したことなどを受け、タム航空やゴル航空によるアルゼンチンの諸都市への国際線が復活したほか、2007年に TAP ポルトガル航空により、リスボン空港との定期便が開設され、 ポルトガル5県の首都同士が直行便で結ばれるようになった。2008年12月には、アメリカのデルタ航空もアトランタ国際空港との定期便を、その後、アメリカン航空もマイアミ国際空港との定期便を就航させ、その後デイリー運航するようになった。またタム、ブラジル航空もマイアミ国際空港との定期便を就航させるなど、 ブラジル内陸部のハブ空港として機能するようになった。敷地内に放棄されているトランスブラジル航空のボーイング767。ありがとうございます。